リビングストントール・マッジ・マーチャント・リビングストントール・マッジ・マーチャントは、アメリカ合衆国の外交官、中カナダ大使を二度務め、1959年から1961年までアメリカ合衆国国務次官を務めた。マーチャントは、コネチカット州のホッチキススクールで教育を受け、1922年に卒業した。マーチャントは、 ニュージャージー州のプリンストン大学で学び、固定事部に所属した。1926年に大学を卒業した後、マーチャントは、投資顧問会社スカダースティーブンスクランークに参加した。マーチャントは1930年に無限責任社員となった。マーチャントは1942年から1962年まで国務省で勤務した。 マーチャントは1942年に国防資材部副部長、1945年に戦争地域部部長を務めた。マーチャントは1945年から1946年までフランスのパリにあるアメリカ大使館に駐在し、公私級の役職として経済担当の参事官を務めた。 マーちゃんとは1946年から1948年まで航空部部長を務めた。マーちゃんとは1947年に外務職員としての任命を受けた。マーちゃんとは1948年から1949年まで中華民国の南京にあるアメリカ大使館に参事官として駐在した。マーちゃんとは1949年から1951年に かけて、極東担当国務副次官補を務めた。マーチャントは1952年から1953年まで、ヨーロッパ駐在アメリカ特別代表の政治担当代理及び北た、大西洋理事会のアメリカ常任委員代理として、大使級の役職で、フランスのパリに駐在した。 マーチャントは1953年から1956年までヨーロッパ担当国務次官補を務めた。マーチャントは1956年から1958年まで中カナダ大使を務めた。マーチャントは1958年から1959年までヨーロッパ担当国務次官補を務めた。マーチャントは1959年に 政治担当国務副次官を務めた。マーちゃんとは1959年から1961年まで政治担当国務次官を務めた。マーちゃんとは1961年に国務長官外交を務めた。マーちゃんとは1961年から1962年まで中カナダ大使を務めた。1964年、マーちゃんとはカナダの外交官。 アノルド・ヒーニーとの協調、マーチャント・ヒーニー報告書を発表した。これはアメリカとカナダの二国間関係について衝述した文書であった。マーチャントは1965年から1968年まで国際復興開発銀行の事務局長を務めた。ありがとうございます。